JAXA 宇宙飛行士若田光一。若田は2013年11月から開始されるミッションに参加する。国際宇宙ステーションの長期滞在ミッションである。4度目の宇宙、2度目となる長期滞在、これまでの経験を存分に発揮できる現場だ。しかし若田が挑むミッションはそれにとどまらない。国際宇宙ステーションの司令官、コマンダーという重要な任務を担う。クルー全員を取りまとめ、計画を調整しながらミッションを確実に達成すること。これらは地上でリーダーの職に就く者は誰しもが経験することかもしれない。だが若田が指揮を取るのは地上 400km 上空の宇宙に建設された完全なる閉鎖空間。火災、急減圧など緊急時にはコマンダーである若田の判断がクルーの人命を左右することになる。世界15カ国の協力によって成り立つ国際宇宙ステーション、そのトップに一人の日本人宇宙飛行士が挑む。1992年、2つの出来事が始まりの時を告げた。それは当時誰一人想像しえなかった未来をつかむためのプロローグだった。宇宙飛行士毛利衛が日本人として初めて登場したスペースシャトルは、当時計画が進められていた宇宙ステーション建設のために開発された宇宙王冠機。宇宙開発において大きく遅れを取っていた日本にとってはまさに夢の宇宙船だった。この年若田は宇宙飛行士候補者として第一歩を踏み出した。当時28歳の若田に課せられたのはミッションスペシャリストになること。これまで日本の宇宙飛行士にはスペースシャトルに搭乗し科学実験や医学実験を遂行する権限しか与えられていなかった。ミッションスペシャリストはスペースシャトルの各システムの運用やロボットアームの操作、船外活動、実験装置の運用などが主な任務である。宇宙ステーション計画という本格的な有人宇宙活動に挑もうとする日本にとってミッションスペシャリストの存在はどうしても欠かせないものだった。国際協力の一環として人類に貢献すべく日本が参画を決定した宇宙ステーション計画。国産のロケットや人工衛星の打ち上げがようやく軌道に乗り始めたばかりの日本にとって、宇宙飛行士が活動する実験棟の開発は困難を極めた。だが宇宙という特殊な環境が生み出す可能性や成果はきっと日本の未来を豊かにする。その信念を胸に日本は総力を挙げてこの実験棟の開発に挑んだ。1年間の厳しい訓練を経てミッションスペシャリストとなった若田もまた同じ思いを抱いていた。航空機のエンジニアとしての経歴を持つ若田は日本の実験棟開発にも意欲的に参加した。1995年、日本は宇宙実験のデータを増やすべくフリーフライヤーと呼ばれる実験観測衛星を開発。純国産ロケット H2 に搭載し打ち上げに成功している。運用を終えたフリーフライヤーはスペースシャトルのロボットアームで回収される。このミッションでロボットアーム操作のスペシャリストとして抜擢されたのは若田だった。1996年ミッション開始、若田はロボットアームを巧みに操りフリーフライヤーを回収。
船外活動を行う宇宙飛行士の支援も行った。このミッションで実施されるロボットアーム操作船外活動は国際宇宙ステーション建設の要となる。若田は5人のクルーと共にミッションを成功させ、2年後に控えた建設への士気を大いに高めた。また名実ともにミッションスペシャリストとなった若田の活躍は、宇宙実験に始まった日本の有人宇宙活動に大きな光を与えた。1998年、国際宇宙ステーション建設開始。日本の実験棟開発は一進一退しながらも着々と進み、フライトモデルの組み立てが始まっていた。2000年、若田は宇宙ステーションの建設ミッションに参加。ここでも若田はロボットアーム操作の技術を遺憾なく発揮。翌年から開始される宇宙飛行士長期滞在への準備を整えた。続出したトラブルにも動じることなく、冷静な対応でクルーと共にミッションを成功に導いた若田は、NASA から高い評価を得た。この頃若田には一つの思いが芽生えていた。2回目フライトぐらいで、私コマンダーやりたいんですって言ったんだよ。コマンダーというのは、ある種の宇宙ステーションの司令官ですので、ロシア人とアメリカ人がコマンダーということになった。ちょっと当時では想像できなかったですね。2008年、希望と名付けられた日本初の有人宇宙施設の組み立てミッションが始まった。2度目のフライトとなる土井が先陣を切り、希望船内保管室を設置。初フライトとなる星出が、希望の中核となる船内実験室の組み立てミッションを遂行。翌2009年、若田は日本人初の長期滞在クルーとして国際宇宙ステーションに滞在。最後の構成要素である船外実験プラットフォームを取り付け、希望日本実験棟を完成させた。若田は生物、科学、芸術分野など多岐にわたる実験のほか、さまざまなパフォーマンスを繰り広げ、日本の実験棟がもたらす大きな可能性を示した。またこの年、日本独自の技術で開発した宇宙ステーション補給機コウノトリが H-2B ロケットにより種子島宇宙センターから打ち上げられた。技術実証をクリアしたコウノトリは、秒速およそ 8km で飛行する国際宇宙ステーションの下方 10m で相対的に停止。ロボットアームで捉えられたコウノトリは国際宇宙ステーションに結合され、ミッションを完遂させた。独自に飛行するコウノトリの技術は、希望、日本実験棟の安全性、信頼性を受け継ぎ、そしてその技術をはるかに超えてみせたのだった。その後も日本の有人宇宙活動は目覚ましく成長を遂げていく。そして2013年11月、コマンダーになりたいと願った2度目のフライトから13年、若田は2度目の国際宇宙ステーション長期滞在ミッションに挑む。その間、若田は訓練とともにチームワーク、リーダーシップを磨くためのさまざまな経験を積んできた。 Okay, no problem. 若田は常に高い目標を自分に課し、その目標を達成するための努力を惜しまない。
若田の任務に日本人初というタイトルが常について回るのはそのためかもしれない。そしてそれが日本の宇宙飛行士の士気を高め、日本の有人宇宙活動の領域を広げることにつながっている。人間が宇宙に行くための技術を磨くっていうことは、その地球の環境を守るという技術にもつながることですし、それは長期的に見れば、人類の種としての存続のための危機管理の営みということが言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういった人類にとってその根幹となる技術、その開発の中に、日本がいるということが重要で、それは科学技術立国でなければできない、使命だと思うんですね。で、そういう能力を我々実はもう持ってます。希望とかね、コウノトリといった、日本のこれまで持っている有人宇宙技術、その開発で培った技術とか人材を大切にしてね、そのレベルを一歩上げるようなプロジェクトに取り組んでいくと。国際的な15カ国5機関がコマンダーを最終的には認めるわけですよ。1カ国でもノーと言ったらならないので、この人間が乗る宇宙船の中でそのレベルに上がったっていうのは国際的な評価としては非常に新しいエポックになっていると思うんですよ。今回のミッションで若田がリーダーとして率いるクルーはアメリカ、ロシアの精鋭たちだ。日本人初のコマンダーとして若田はどんなリーダーシップを目指すのだろうか。私としてはやはりその日本人が大切にする心の一つとしてこう和というね、ハーモニーという言葉があると思いますけれども、その和の心を大切にしながらチームをまとめていきたいなという気持ちを持っています。日本は有人宇宙開発という分野で国際的な地位を築くとともに未来に挑戦し切り開く力を手に入れた。若田のミッションは新たな始まりの時を告げ、日本の有人宇宙活動は希望のその先へと続く。